僕らのやり方をその人に押し付けようとも思わないし、ご家族に押し付けようともあまり思っていなくて、僕は最後のところまでその本人もその家族もある程度の自分が歩んできた責任を背負いながら生きていくっていうことを尊重するのって、人が自分の責任で生きるっていう意味合いのとても大事なところだと思うんですよね。でも介護の業界だと、いや何でもいいんだよ、振り回されるのが介護の仕事だよとかになっちゃうんだけど、僕はちょっとそこ違うかなと思ってて、僕らからこうしてほしいっていう思いはなくって、むしろ僕らは息子さんだったらどうかな、娘さんだったらどうかな、兄弟だったらどうかなっていうことを想像しながらやっているので、状態によっては自分で物事主張できる人もいれば、主張するけど自分の思いとは裏腹な表現をしてしまっている場合もあるし、全く言葉が出ないっていう方もいらっしゃるので、正直ご本人と同じぐらい僕ら家族がどういう思いでいて、どういうふうに最後暮らしてほしいって思ってるのかっていうのをすごい大事にしてます。で、自然とそれをやってると、ご本人とご家族の関係性がむしろ悪い状態であったとしても意外に修復されることもたくさんあって、もちろんそれだけじゃないんですけど、そういう意味合いで僕らがどうこうっていうよりも、逆に言えばいい距離感を持てるからこそ、本当はお父さんお母さんとこんな関係築きたかったんだっていうことを実現するお手伝いが僕らはできたらいいなって思って